桐生一馬か。なるほど、風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。
お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍所ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああお前の言う通りだ。付き合ってやるぜ。そのくだらねえ戦いに。この俺だ。どうや。
俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。慎太郎を継ぐ本物の極道だ。ダメだ、キリュウ。ならねえ。その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦。